カンフー学園で出会った少女ユキの二代目サキの新たな戦いが始まる。ビー玉使いの少女お京が現れた。お京はサキの敵か味方か。12時の鐘が鳴るとき、恐怖の番長が帰ってくる。パニックに陥る学園、サキはどう戦うか。大学並みと言われる一流進学塾だが、生徒は商品にされ、闇の手により売り買いされていた。闇の総統が送り出す最強の戦闘マシン、ハヤト。壮絶な戦いの中で明かされる鉄仮面の謎。お前ら許さんぜよ。